入して過ごす日々。いやもう本当一言で言えないぐらいの映画です。もう説明できません、うん、僕も。聞かれてますけど。どうですか。いや僕ですか。いやちょっと出演者の方に聞きたいですよ。いや僕が思うこの映画はなんか題名的にはこうサスペンスコメディっていう風にね描かれてるんですけども、これはあの誰が犯人なんだという風にね伏線の部分もありますし、なんかこう誰を信じたいのかとか、こうその出てくる面白い方々たくさんいるんですよ。でもこの今見てるものはこれは真実なのかとか、そういうのを改めてね考えさせられるような映画になってます。まあ、泥棒と私は警察という役回りで出演させていただいてるんですけれども、はい、泥棒と警察が普通その場でね警察で泥棒って形で出会ったらもうすぐもう逮捕ですよ本来。そうですよ。なのにこの映画はその逮捕っていうものが描かれているのかっていうこともそもそもね、こう不思議な一つのポイントですし、そこからあれ泥棒と警察が恋に落ちるの、恋って落ちるもんなのって恋は落ちるもんなのかみたいなね、そういうのを感じさせられる。いやいやそんな映画じゃないです。違います。やっぱりこのタイトルにある通りね、こう犬が中心の映画なんで、そうか、はい、犬がこうメインとなってこうお話を展開していくという。この犬がいないとこの映画がもう進まないっていうぐらい、本当犬が移動して犬が逃げ回ったその先に人間のヒューマンヒストリーがつながっているというか、もうなんかねあるという感じの、本当に見てみなきゃこの作品の面白さは伝わる。泥棒、爆弾犯、誘拐犯ってもこれもう全部入ってますよ、犯罪もう犯罪が全部入ってるこれダメなことばっかり、これダメなことばっかりだよ、全ての真相知ってるのはって。でここで描かれてるのはもう泥棒が、まあ、中島健人木梨が泥棒だってことしかまだ描かれてないので、うん、ないのよ、爆弾犯と誘拐犯も出てくるのっていう、大事件が起きるの、ね、それとも起きないのかと、どっちなのどっち見てみた人しか分かりません。それとかサスペンス、そうですね、サスペンスですね。でお二人の出会いと、いやコメディなんていっぱいありますしね、うんち踏んじゃうシーンとかありますから、ね、あネタバレしちゃった、まあ、バレてもいいんじゃないですか。でもいいかも。うんち踏んじゃったら別に隠す必要ないかもしれない。はい、それ伏線になってるかもしれないな。伏線にしてないです。伏線してないです。すいません。あの時うんち踏んじゃったのは。あの時うんち踏んだのはっていう。なってない。なってないです。はい。はい。そういう映画ですね。そうですね。本当に見ていただけて、やっとそれぞれの腑に落ちるものがたくさんあるんじゃないかと思うので、はい、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。彼の名前は木梨英輝。お願いします。爆弾を設置しました。爆弾だよ。天然くん。警察です。動かないでください。天然くん。天然くん。日々の流れに身を任せ、なんやかんやして過ごす日々に足元すくわれちゃったりして、すってんころり。言いたいことがあるとすれば、なんとかやってみますか。今日も一日生きることができました。ありがとうございました。